あーごめんね。おはよう。おはようございます。おはよう。あー苦しいやつ。おはようおはよう。なってるね。今度1年生今度。マスカよ。おはよう。はいどうも。お疲れでした。じゃあねおば。あっしいつ見てもおばは美人だね。いつもそう思うなら今日だけ言うな。だからよね。はい、ようちゃん今日はもう終わりね。うん。はい、ようちゃん。なんてね、上等にして。うん、ちょっとね。はい、あのチラカギの彼女とデートでしょ。デート？違う。違うさ。妹。妹が島から出てくるからさ、高校受かったからよ。 あんた妹いたね。いるさ、泣きたこさ。俺に似てデージ頭いいってば。何言ってる。高校の時ビリだったの誰か。ビリはお前だろ。お前が学校辞めたからだろ。だったなあ、妹ってどんな子か。可愛いか。別に。名前は。あ、ちょっと縦にしてみ。おぉ、ちょっと、もっと置け。教えべ。俺が手出すでも思ってれば。親友の妹にそんなことするわけないやし。だから、ただの田舎もんさ。島育ちのガキ。色なんか真っ黒で男みたいなやつよ。島の相撲大会でいつも一番さ。相撲大会。うん、言い強くてしょうがないばよ。おい、俺工場戻らんと。後でまた来るからよ。ちゃんと紹介しれよ。べえ、絶対紹介しない。知れよ。べえ。
事にしてあげなくちゃダメよ。あの子は今日から陽太の妹になるんだから。お母さんさ、結婚したの。大丈夫だった？ここんとこちょっと切っただけだから大丈夫だよ。ヨータか？カオル、よろしくな。カオルちゃん、ニーニーだよ。今から妹連れてくるからね。お父さん、どっか行っちゃった。
頑張りした。あっさき。ねえ、このカーテン、ニーニーが選んでくれたの？あ？なんでよ。なんか、可愛すぎっていうか、子供っぽいっていうか。ちょっと趣味悪いんじゃない？上等さ、なんで？カオル、カオル、そんな格好で歩き回るな。なんで？女の子だろ。いいから早く手伝わんか。ああ。何？ニーニーがこんな口うるさいおじさんになってるとはね。おじさん、俺まだ21だよ。なんで？二十歳過ぎたらみんなおじさんじゃ。はい。何？大丈夫し。ええ、何のために上司免許持ってると思ってるば。ニーニーさ、将来お店出すって本当？うん。冗談かと思ってた。俺はよ、やるって言ったことをやるわけよ。着々と計画は進行中。カオル、召し上げんよ。何してるばん。お、今日はこっちで寝る。あ、ダメさ、お前そっちの部屋あるだろ。いいさ、久しぶりだのに。お前怖いわ。え、雨の音違うよ。怖いんだろ。違う、ニーニーと話したいことたくさんあるし、今日だけだよ。難しいね。おばあ寂しがってたよ。ニーニー全然島に帰ってこないしさ。いろいろ忙しかったからさ。高校も勝手に辞めちゃうし。カオル。何？お前、せっかくいい高校受かったんだから勉強頑張れよ。島の同級生でお前だけなんだからな。分かった。ねえねえ、ニーニー知ってる？隣の道はさ、とうとう結婚したんだよ。嘘。本当はさ、やつも年下だよ。そしてからね、安おじいに彼女ができよった。マジか。
ひなわはこの海のずっと向こうだよ。一緒に船に乗ってきただろ。お母さんはひなわにいないの？お母さんは死んじゃっただろ。死んだ人はどうなるの？それは分からんよ。涙が出そうになったらさ、こうすんだ。そうすると涙は出なくなるってお母さん教えてくれた。人がいっぱいいるさ。ここだけで島の人全員くらいいるんじゃない？ねえニーニー。うん。ニーニーと二人でドライブってさ、生まれて初めてだよね。うん。なんでだよニーニー、気分悪いの？うん。じゃあ何？は？ちょっと。ちょっと何？は？ちょっと紹介したいからよ。何を？なんだニーニー。お前のお母さんプレゼントしてくれた人、ケイちゃん。こんにちは。だからそういうことばね。イエーイ、もうニーニーよ、なんでもっと早く教えてくれん。こんにちは、妹のカオルです。はじめまして、稲峰恵子です。カオルです。荒垣カオルです。そう、琉球大学の医学部なんですか？そうだよ。なあ、ケイちゃん。すごい。お前さ、勉強でわからんことあったら何でも聞いとけよ。なんでニーニーが威張ってるわけ？私でよかったらどうぞ。はい、よろしくお願いします。だけどニーニー、どんなしてこんな美人で頭のいい彼女見つけたわけ？それは俺の実力さ、俺の男としての魅力。何があったんですか？どこでナンパされたの？ええ、聞けよ。何があったんですか？言っていい？別にいいけど。私が友達と飲んで酔っ払って男の子にナンパされそうになったのをね、お兄ちゃんに助けてもらったの。恵子さんが？大学に受かってちょっと浮かれてたの、その頃。その時お店で働いてたその人にガツンと説教されて。なんて？女の子はちゃんと自分で自分を守らんといけんって。ふん。偉そうですね。そうなの、偉そうだったのね、ニーニー。ちょっと待って、あなたの方が年上でしょ。あ、気にしてること言った。もうそういうところがダメなんだよニーニーは。ねえ、お前が言うの？すいませんね、こんなにね。ええ、さっき。ああ、もうニーニーよ。明るいのね、カオルちゃん。子供なだけさ、島には娯楽がないからさ、興奮してんだよ。それだけじゃないと思うな。は？やっとお兄ちゃんと一緒に暮らせて嬉しいのよ。
それにきっと陽太くんが思ってるほど子供じゃないと思うよ、カオルちゃん。でもこれから陽太くんの部屋泊まれなくなっちゃうね。それがさ、なんかもう恐ろしく変な模様なわけよ。なんかこう、でかいおじいが吐くみたいので、なんかこう、やっぱ見たことあるな、ケイちゃん、陽太のそのパンツ。泣くよ。何しゃべったま。お店出すためにお兄ちゃんお金貯めて偉いねって話をね、みどりちゃん。そうよ、食費浮かすためにさ、うちの残り物を全部持っていくとか、市場のおばあたちにもやしからパンツまでもらってるとか、そんな話は全然していないよね。ああ言ってないよ。あとはあの車はうちからタダで持ってったとか、あの部屋は物置だったの改造して3,000円で借りてるとかよ。全然来てないよ。あ、それからあのベッドは診療所の取り壊しの時夜中にこっそり持ってきたんだよ。そうだったの。ケイちゃん。だけどやっぱり兄弟だね。バレ顔なんかそっくりさ。あんたたち本当に同じ顔して笑ってるよ。ああ本当ですか。もうやん。ええ、お前それどういう意味か。まあ。ですいませんね、お客さんうるさくて。あ、いえいえ。おかわり作りましょうか。あ、じゃあもう一杯。あ、じゃあ俺が。お願いね。兄さん、昼間市場で配達してる人だよね。あ、はい。そうか、店出したいんだ。若いのに偉いね。あ、別に偉くなんかないっすよ。そうですよ、本当に店出してから偉いって言ってやってください。あがなんで、ニーニー、これ以上私のこと傷物にしないでくれる。大げさだな。見てくださいよこれ、小さい時にニーニー階段から落とされたんですよ。4針も塗ったの。本当だ。何言ってるか、自分で勝手に転んだんだろう。違うさ、ニーニーが追いかけてきたんでしょ。お前覚えてるわ。覚えてないけど覚えてるよ。何それ。痛かったのを覚えてるってこと。執念深いな。執念深いよ、ニーニーに似て。うわぁ、迷子。大森。うわぁ、大森。何してるの。もう、大丈夫か。あ、すいません。あ、大丈夫か。すいません。妹、私たち新入生は今日晴れてこの那覇北高校で待ちに待った高校生活をスタートさせることができました。これから始まる3年間を自分自身にとって貴重で大きな価値のあるものにしていきたいという思いでいっぱいです。私たちが今踏み出した第一歩は
ある大きな節目に当たります。これからは自分で決めた目標に向かって前進していくことになります。ミミ気をつけてよ。ああ、今日はもっと美人になってるさ。顔も見ないでよう言うわ。だからよね。We see mountains and oceans. もう何してるわ。もう顔ちょっと貸してみ。はい、初10本を仕込んどいて。はい、こんばんは。どうも元気で。さあ今日もね、まずはビールもらおうかな。はい、あ、お願いします。妹さんも元気で。はい、もう相変わらずバカですよ。もうニーニー、なんで起こしてくれない。何回起こしても喧嘩っただろう。行ってきます。おい、ちゃんと飯食べで、カオル。カオル間に合うか。はぁ、間に合うか。わからん。もうちゃんと捕まっておけよ。どうもありがとう。ごめんね、遅くまで付き合わしちゃってさ。え、勉強大変なんじゃないの。来年は国家試験だしさ。いいよ、何言ってるの。久しぶりね、こんな風に二人だけになるの。最近いつもみんなと一緒だから。家見つかっちゃう。感じになりそうさ。おかげさまで。あ、これ例の書類忘れないうちに。はい、確かに。すいません、何から何まで。いや、あんた見てると若い頃の自分を思い出してね。俺もさ、ちっちゃい頃に両親亡くして苦労してるもんだからさ。安心や、またね。どうもありがとうございます。
忙しいのにいろいろ見せてもらっちゃってありがとうございました。ううん、うん、いいのよ。どうせ受けるんならいいところ目指せって。ニーニーはまだ2年なのにほんと気が早いんです。自分は途中で高校辞めちゃって学歴なんて関係ないっていつも言ってるくせに私には反対のこと言うんですよ。お店の方は進んでるの？毎日夜遅くまで。恵子さん、ニーニーなんであんな頑張るんかな。そりゃカオルちゃんのために決まってるじゃない。陽太くんは自分をお父さん代わりだと思ってるのよ。だから早く独立してカオルちゃんにできる限りのことをしてあげたいんじゃない。でもよかったね、夢が叶って。恵子さん、ニーニーと結婚とかしないの？え？だってもう4年も付き合ってるんでしょ？そういう話とか出ないの？そうね、そう言われればないね。ニーニー以外の人好きになったこととか。いやだ、どうして？だってさ、かっこいい人とか頭いい人とか周りにいっぱいいそうだし、なんでニーニーなのかなって。そうね、どうしてだろう。あ、認めてる。かわいそう、ニーニー。カオルちゃん先に行ったんじゃない。カオルちゃんが一番よく知ってるんじゃないね、ニーニーの素敵なところは。何か差し入れ、今日も夜遅くまでやるんでしょ。なんでか急に。別に愛だよ、愛。なんか思い出す、昨日のあの店。美味しかったな、お母さんのタコライス。楽しかったよね、あの頃。ねえニーニー、これ塗っていい？やめとおけ、服汚れるよ。やる。よーたろー、よーたろー、あーちーちゃん、ありがとうございます。発表します、はい、じゃーん。うわー、ナンクル？ナンクルないさ、あのナンクル。なんとかなるさってね。めちゃめちゃニーニーっぽい。お前どういう意味か。ちょっとみんな。ナンクルか、商売が滝だな。よく言いますよ。お前みんな座って座って。このいつもの俺の力作。従業員は当分は一人で。大変だろ。人雇うとお金もかかるさね。ニーニー、だから私学校から帰ったら手伝うって言ったさ。お前はそんなことしなくていいよ。そんな日もあったら勉強しれ。なんで？いつも言ってるさ、勉強できるんだから大学行かないともったいないって。俺はこの美貌と体力で人生乗り切ってるけどさ。ビーボー？ビーボーよ、ビーボー。まあ、とりあえず乾杯しよう、乾杯。ケンちゃんは？ああ、実習で遅れるから先にやっててって。じゃあ、ヨータ。それじゃあ、ただいまご紹介に預かりました。誰も紹介してないから。私、荒垣陽太郎でございます。16の年から本当に来まして、苦節、何年でもいいよ。まあ、とにかく皆様のおかげで
店を持つことができました。マスター、みのりさん、本当に今までいろいろ教えてもらってありがとうございました。本当にありがとうございました。このまで多々苦労はありましたが、もう長いよ。飲もう飲もう、早く飲もう。乾杯。おめでとう、おめでとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、すいません、今日はまだ開店明日からなんですけど。ここで何やってんだ。どういうこと。それがよくわからないんです。お店の本当の持ち主って人が急に来て、お店売った覚えなんかないって。そんな、あそこ取り壊して新しいビル建てるんだって。亀岡さんはなんて言ってるの。全部亀岡さんにやってもらってるんじゃ。それがよ、行方がわからないんだって。会社も電話番号ももう使われてないって。それって、あ、陽太くん、やられた。見事に騙されたさ。大失敗。なんかお前ビビらせるな。これ何や。ニーニーが16の時から仕送りしてくれたお金。おばあ使えないって貯めておいてくれた。いざって時に使いなさいって。だから薫に送ったお金さ、お前がいざって時に使え。ニーニーのいざは私のいざでしょ。違うの。ニーニー心配すんな、なんくるないさ。早く寝れ。
ったとはね。ほんと参った。俺デージマヌケやつさ。だからよ、騙されるんだよ。マヌケずらして。いい薬だ。おばあ言い過ぎだよ。かわいそうよ。うん、いいよいいよ。おばあの言う通り。ほんと俺がバカだったわけよ。ヨータ、へこたれるんじゃないよ。そんなことぐらいでへこたれたら、おばあなんかとうの昔に。あの世行きさ。はい、これ夕飯のおかずにして。おばあいいよ、せっかく逃げとったのに。撃ったらいいさ。おばあ、荒垣与太郎君。どうぞ。どうぞ座ってください。冷たいもん、冷たいもん出しますね。いいから、いいから座りなさい。はい。話は稽古から聞いたよ。災難だったね。君は悪い人間でなさそうだが、しかし少々人が良すぎるね。これであんなところとは縁を切りなさい。これ商工ローンと穴ばかりで、あれはマッチ金だ、マッチ金。とにかくこれで綺麗にしてしまいなさい。あ、でもいくらケイちゃん、あ、いやケイコさんのお父さんでもこんなことまで俺、そんないくらなんでも。私はいずれあの子にうちの病院を継いでもらおうと思ってる。君はこれからどうするつもりか。付き合ってればそれでいいと若い時は思うかもしれん。でも置かれた環境が違う人間が一緒にいても必ずズレが生じる。遅かれ早かれそういう時が来るんじゃないかな。それはケイちゃんと俺じゃ釣り合わないってことですか。このお金で別れろ。君は私のやってることがいやらしいと思うかもしれん。しかし私にしてみればこれが。出て行ってください。あなたの力は借りません。僕は自分でやりますから。今の君に何が。出て行ってくれよ。できたよ、食べよう。冷めるよ。けいちゃんから。いいの？
くん、恵子です。いるんでしょ、開けてもらえない？話があるの、父のこと話したいの、謝りたいの。今の成績なら第一志望は琉球大学の法文学部で問題ないと思いますよ。そうですか。ああ、よかったさ、ガオラ。でも油断は禁物だからね。夏休みが一番大事だから気抜かないようにしないと。はい、頑張ります。で、僕が頑張ってもしょうがないですよね。頑張れよ、ガオラ。先生、今後ともよろしくお願いします。ただいま。あ、おかえり。早かったね、今日。なんかお前、髪ボサボサだよ。いや、なんかさ、この問題難しくってさ。難しいとなんで髪の毛がボサボサになるわけ？意味わからん、お前。勉強進んでんのか？うん。
夏休みが勝負だって先生言ってたし、頑張らんとな。あのさ、ニーニー、大学のことなんだけどさ、やっぱり私、ニーニのおばさんたちに聞いたの、配達やめちゃったの？こっちの方がお金になるからね。夜も遅くまで働いてるってみんな心配してた。それくらいしか能がないからさ。借金まだ大変なの？ペイちゃんが心配することじゃないさ。それよりどうしたの？びっくりしたよ。私ね、受かったよ、国家試験。そう、よかったさ、おめでとう。そっか、すごいな、ケイちゃんとうとうお医者さんか。まだあと2年研修医よ、本当の医者になるのはその先。病気になったら診てもらわんとね。いいわよ、任せて。でも俺風邪もひいたことないからな。ケイちゃんに会いたくなったら無理してでも病気になるしかないか。陽太くん、私、ケイちゃん、ケイちゃんとはもう会えないさ。父のことまだ怒ってるの？違う、そんなんじゃない。ケイちゃんこれから新しい道進むんだし、もともと遠い人だったのに無理やり一緒にいただけの気がする。なんでそんなこと言うの？私はそんな風に思ったこと一度もないよ。うそ、ずっと持ってたくせに。ケイちゃんは俺なんかと付き合ったらダメだ。もう戻らんと、仕事サボると給料減らされちゃうからさ。私はいつも寂しかったよ。カオルちゃんが来てからはずっと、私が医者になるとか、お父さんがあんなことしたとか、本当は関係ないんじゃない？本当に好きだったらそんなこと関係ないんじゃない？関係ないことないよ。やっ
ぱりそれは関係ないことないよ。なんかお前その格好友達に借りた。ちょっと小さいんだけどさ、似合う？うん。早く行こう、演奏終わっちゃうよ。確かに最近綺麗になったよな、かおりちゃん。そうか、うん、あ、え、どういうことか、バイトって。ニーニーに説明してみ。説明って、私はただ少しでもニーニーの助けになればって思って。今がどういう時だと思ってるば。だって本当のこと言ったらニーニー怒ると思ったから。当たり前さ、受験生が何やってるば。ニーニー、え、なんでそんなに大学大学って言うの。なんでそんなに大学行かせたいのか全然わからんよ。本当は高校だって今すぐ辞めたっていいよ。何言ってるば。俺が誰のために働いてると思ってるば。それが嫌だわけさ。そういうねえに鬱陶しいよ。お前のため、お前のためって。そんなに大学行かせたいんだったらニーニーが行けばいいでしょ。自分の夢勝手に私に押し付けるのやめてくれない。何、ニーニーいつも学歴なんて関係ないって言ってるけど、一番そのこと気にしてるのはニーニーでしょ。ケイちゃんと別れたのだって。私はニーニーの妹だよ。妹がニーニーのこと助けたいと思ってはダメなわけ。私ニーニーに苦労かけてまで大学なんか行きたくないよ。
もう子供じゃないんだから、自分のことは自分で考えるから。だからニーニーも少しは自分のこと考えればいいんだよ。朝から晩まで働いてばっかりじゃなくて、私のことばっかりじゃなくて、もっと自分のために好きに生きればいいんだよ。どこ行ってたわ、こんな時間まで。ひーにごめんね。ごめんなさい。借金も終わったし、今年はいい年になるな。
ニーニー。え？私ニーニーに相談したいことがある。ちょっと待っとけ、今用意するからよ。乾杯の前に話したいの。だからちょっと待っとけ。ニーニー、私この部屋出ていく。は？前からそう思ってたの。部屋は狭いし、もう大学生だし、学校の近くに住んだ方が便利だし。お前お金はどうするば？お金のことは心配しないで、なんとかなる。なんとかって。奨学金ももらえるみたいだし、バイトだって。何出すば急に。急じゃないよ、前からそう思ってたことだから。部屋が狭いんだったら二人で少し広いところに引っ越せばいいさ。俺もそろそろここは限界だと思ってたからよ。てか限界超えてたよな、初めっから。私ニーニーのこと好きだよ。何言ってるばお前。私もニーニーから離れて一人でいたい。なんで？なんでよ。理由なんかないよ。ただもう私も大人だから、高校も卒業したんだから、そう思っただけ。そりゃあ男だ。男？好きな男ができたわけさ。カオルちゃんだってもう18でしょ。彼氏ぐらいいたっておかしくないわけよね。えっていうか今までいない方がおかしいし。ちょっとようちゃん、あの子が何の経験もないと思ってるんじゃないでしょうね。経験？18よ。あの子ナイスバディよ。ここは沖縄よ。ああこのニーニーじゃ出てきたくもなるわ。実は俺だわけよ。俺が彼氏。ごめん。お前って言ってみたいな。ドゥドゥ。言いにくいんだけどよ、俺変な噂が聞いたんだけどよ。え？噂だよ噂。あ、俺が見たわけじゃないからな。なんで私に言うこんなして。あ、なんなんやマスター。ハイダウェイって古いライブハウスがあるだろ。あそこで中年の男の人と会ってたみたいなんだよな。誰がよ。誰がってカオルちゃんさ。あいつの方から声かけてきた。参ったよ。俺最初全然気づかなくてさ。わかんねえもんだな女って。恐ろしいな。どこにいたんですか今まで。1年ぐらい前かなこっち戻ってきたの。それまではまああちこちな。三重死んじゃったんだってな。気立てのいい
本当に優しい女だったらいいな。俺カオルに言ったんだよ、兄貴にも三井にも感謝しろって。血のつながりもねえのに育ててくれてさ、こんな年まで面倒見てもらっちゃって、今まで世話になりっぱなしだったんだから、もう兄ちゃん解放してやれって。それでカオルは、カオルはなんて。何を。だからあんたの話を聞いて、あんたに対して。何も言わねえよ。なんで話したの。なんでってなんだよ。なんで話分かって聞いてんだよ。本当のことだろ。あんたそれでも使わんか。違うか。分かってんのか。あんたが出てった後、おふくろが、カオルが、どんだけ、どんだけ。ヨウタ、カオルいい女になってたわ。ありがとうな、今まで。その傷。ニーニー、カオル、お前一人暮らししれ。え、そうしろ、その方がいいよ。I'm
まに暖かな風となり雨を呼び咲いたのは三線の花。カオル、これ持っていけ。なんで？だってこれいいから。俺が持っていてなくしたら困るからよ。そんなことしたら死なすよ。わかった、預かっとく。元気でな。いいによ、別に一生の別れじゃないんだからさ。会いたくなったらいつでも会えるんだし。旦那、ニーニー。ん？私ニーニーのこと大好き。愛してるよ。バカかお前。早く行け。わかった。じゃあね、ニーニー。
元気ですか？私は元気で大学に通っています。長い間手紙も書かないでごめんね。あれからもう1年半、本当にあっという間でした。私ももうすぐ20歳、来年は島で成人式です。ニーニー、今だから正直に言います。あの人にお父さんに会った時、私やっぱり心のどこかで嬉しかった。お母さんや私たちを捨てたどうしようもない人だけど、それでも自分のお父さんが生きてそこにいたことが嬉しかったのです。でもね、私はあの人を家族とはどうしても思えなかった。だってあの人に愛された記憶は一つもないんだもん。ニーニーと別れて、私は本当に今までずっとニーニーに守ってもらっていたんだってことに改めて気づきました。私にとってニーニーは今でも一番大切な人、私のかけがえのない家族です。そのことだけは絶対忘れないでね。今度のお正月はどうするのですか？私は成人式におばあや島の人たちに今まで育ててもらったお礼を言いに島に帰ろうと思います。その時ニーニーにも会えたらいいな。会ってもう一度話ができたらいいな。元気で仕事頑張ってね。ニーニーの夢が叶うことを心から祈っています。カオル。はい、100円のお返しです。ありがとうございました。はい。あ、超大型で非常に強い台風28号は沖縄の西にあって北に進んでおり、ケラマ・アグニ諸島は暴風域に入っています。12月に沖縄県に台風が近づくのは非常に珍しく、1984年以来21年ぶりとなります。この時間は台風は中心気圧が急激に下がっており、勢力を増し速度を上げ本島地方に近づいています。
ないか。もう大丈夫。待っとけ。カオル、大事なボートが無念ように立っておくに待っとけ。ガラス飛び散ってるから気をつける。くれなかったら大変なことになってた。今着替え用意するから。どうしたのニーニー。すごい熱。お医者さん行こう。近くの病院さん。大丈夫、寝てれば熱の方がすぐ下がるから。そんなこと言ったって。大丈夫ってば。心配すんな。どうして、どうして来てくれたの、こんな熱があるのに。泣き声が聞こえたような気がしてさ。すごい。なんかよ、カオルが泣いてるような気がして、それで俺約束したからさ、母さんと。ニーニー大丈夫。ニーニー大丈夫。やっぱりダメだよ。お医者さん呼ぼう。この日に見てもらえるかな。もうすぐだからね。今救急車来るからね。俺かっこ悪いな。え、カオル助けに来たはずなのに何やってんだろうな。うん、俺本当にかっこ悪いな。ニーニー、私ニーニーにずっと会いたかった。ニーニーと離れてから毎日会いたくて仕方がなかったよ。何言ってるわ。自分で出て行ったくせに。そうだね。
そうだよね。知ってたよ、ニーニーが本当のお兄ちゃんじゃないってこと。うん、初めて会った日のこと今でも覚えてる。だけど本当のこと言ったら、ニーニーが目の前からいなくなっちゃうような気がして、一人ぼっちになるのが怖くて、それでずっと私知らないふりしてた。あるから。すいません。陽太くん。陽ちゃん。お願いします。心筋炎。風邪のウイルスが入り込んで心臓に炎症を起こし、心臓の動きが低下してます。採血の結果を見ても炎症の値も高いし、栄養状態も良くありません。もともと体の抵抗力が下がっていたようですね。お兄さん、ずいぶん無理されてたんじゃないですか。安静にして休養が必要です。入院して様子を見ましょう。はい、ありがとうございました。驚いた。まさか陽太くんが。どうしてこんなになるまでほっといたの？恵子さん、私今ニーニーと別々に暮らしてるんです。私が大学に入ってからずっと。今日本当に久しぶりに会って。そう、カオルちゃん、私ね、もうすぐ沖縄を離れるの。本土の病院に就職することにしたの。そうなんですか。二人にはもう会えないと思ってた。不思議ね。そんな時電話がかかってきたのよ、カオルちゃんから。突然ブロックになった。完全ボイスブロックだ。ペースメーカーの準備。陽太くん、陽太くん、猫さん、ニーニーは
サチュレーションは80です。送管の準備。はい、ごめんなさい、すみません。血圧は測定できません。エピ用意して。ジャンプラー、こんなところで何しているか。おばあ、ニーニーはどこに行っちゃったのかな。まだ信じられないよ。ニーニーがいなくなるなんて。カオル、おばあがカオルの頃ね、一番好きだった人が戦争に行って死んでしまった。悔しくて悲しくて泣いても泣いても涙が止まらなかった。でもね、おばあは結婚して子供が生まれて、
あんたたちも思ってきて、こうして長く生きた人にはね、長い命と短い命、それぞれいろんな命があるさ。25年がきっとあの子の寿命、仕方ないさ。ところ我慢しないで泣いていいよ。悲しい時にうんと泣いていいさ。でもね、ニーニーは楽になったけどちゃんと言えるよ。この島の遠い遠い南の果てに、おばあが好きだった人もおじいも母ちゃんもニーニーもみんなそこにいるよ。みんな楽しく暮らしているさ。いろいろありがとうございました。かおるちゃん、困ったことあったらいつでもうちにおいでよ。はい。おばあ、なし、いちょびらふ。荒垣さん、荒垣かおるさんにお届け物です。あ、はい。
新垣香織様、成人おめでとう。香織もとうとう二十歳ですね。今まで何もしてやれんかったけど、記念に着物を贈ります。きっと香織に似合うと思う。いや、絶対同級生の誰よりも綺麗だぞ。カオルーに手紙をもらってから俺もいろいろ考えました。カオルーの成人式には久しぶりに島に帰ろうと思っています。カオルーの言う通り、おばや島の人たちみんなに感謝しないといけないな。その時は一緒にお酒を飲もう。それからいろんな話もしよう。その日を楽しみに俺も頑張ります。そしていつかきっとでっかい店を出すぞ、なんてな。体に気をつけて勉強頑張れよ。ニーニーより。Ha ha ha!
る。大きくなったらニーニーのお嫁さんになる。ダメ？ダメさ。なんで？バカさ。知らんのか？ん？兄弟は結婚できないんだぜ。なんで？わからん。なんで？わからん。なんで？わからん。